皆さんこんにちは。さあこんにちは。梅雨明けし、ここ阿蘇市でも短い夏を迎えています。今回も阿蘇市のさまざまな話題について、佐藤義雄阿蘇市長にお話を伺います。よろしくお願いします。さて、あの未曾有の熊本地震から3ヶ月余りが経過し、阿蘇市でも急ピッチで復旧工事が進められています。まずはじめに、これまでの梅雨対策などを振り返り、また今後の対応について教えてください。そうですね、あの今度の発災もそうでしたけれども、4年前も九州北部豪雨災害で阿蘇市は甚大な被害を受けました。その時、この梅雨の時に入って、また地盤も緩んでおりますし、どのような崩落があるかもわからないということもあって、早め早めの避難をお願いをして、住民の皆さん方が率先して、すぐ避難所に来ていただく、そのことのおかげで大事に至らなかったということはすごく良かったなと思っております。でも今からやっぱり夕立も来ますし、それからやっぱりゲリラ豪雨もありますし、台風の時期にも差し掛かってきますので、まず命を自分が守るということと、早めの避難をするということを、これからも私たちはしっかりと住民の皆さん方と取り組んでいって、大事な命をまず守っていく、被害ができるだけ少ないようにしていく、そんなことをしっかりとこれからも取り組んでいきたいと思っております。この梅雨時期も自主避難が、幾度となく呼びかけられました。確かに梅雨は明けましたが、まだまだ気は抜けません。市民の皆さんには引き続き防災に、災害に備えていただきたいと思います。さて、いよいよ8月に入り夏本番となりましたが、毎年ね、特に子どもさんたちが楽しみにしているのが、やっぱりお祭りですよね。そうですね、地震直後はさまざまなイベントが中止となっていましたが、やはり夏の定番夏祭りは、きっと市民の皆さんにも元気を与えることとなると思うんですが、まずは8月20日土曜日、内の巻商店街で開催されるのが阿蘇市民復興祭り、これはどんなお祭りでしょうか。そうですね、やっぱりこの3ヶ月余り経って地震には負けないぞと、そしてまた元の生活に早く戻ろう、そんなことで住民の人がみんな一生懸命頑張ってますから、やっぱりお祭りはお祭りとして、しっかりとみんなで楽しみながら、次の希望を持ちながらやっていく、そんなお祭りにしたいと思って、今回は大阿蘇日の山祭りというんではなくて、阿蘇市民の復興祭りとして、20日の日にやっていこうと、1日だけですけれども、その1日の中でも市民の皆さん方にいっぱい呼びかけて、自分たちで思い思いの出店、出店をしていただいて、そして来ていただく方に大いに楽しんでいただく、もちろん旅館組合の方で、ステーションの中では、九州プロレスの復興イベントもあるようですし、またカドリーさんが、動物ですか、出張して、その動物をその会場の方に持ってきていただくとか、いろんな取り組みがたくさん、ありますので、すごく喜んでいただける、そしてみんなで心を合わせて、また元気に復旧復興に向かって頑張っていこう、そんなお祭りになればと思って、今回みんなと取り組んでいますけれども、そして、8月15日、こちらは午後5時から波の高原納涼祭りも開催されますが、これはもう歴史のある、古いお祭りなんですよね。そうですね、もう33回もなりますけれども、その間においてやっぱり里帰りで帰ってこられる方、あるいはそのコミュニティの場所として、神楽園のあそこを中心にしながら、いろんな出店と、そしてステージショーも子どもさんたちが主役になって、ヤマメのつかみ取りとか、あるいは子どもさんたちの太鼓の演技とか、また波の中学校の子どもたちが毎週練習をしている、無形文化財の波の神楽、そんなことを披露
して、うん、みんなと一緒に交流をして楽しんでいこうという、うん、あの短い夏のその時期なんですけれども、あのみんなで盛り上げていこうということで、うん、もちろん花火大会もありますし、あの前のその復興祭りでも、うん、あの花火が以前よりも増してたくさん用意しておりますので、すごくダイナミックなお祭りにもなるんではないかなと思ってますけれど、はい、阿蘇市民復興祭り、詳細についてはまちづくり課、うん、そして波の高原納涼祭りは観光課までお問い合わせください。さらにもう一つお祭りというかイベントなんですが、うん、9月に入って3日4日の土曜日曜の2日間第6回大阿蘇元気ウォーク2016、ね、まあ、これは毎回多くの方が参加してくださる、ね、イベントですよね。日に日にというよりもやっぱやるときやるときにだん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 、うん、多くなっておりますし、はい、でも最初の方は雨ばっかりだったんですよね。まあ、でもおそらく今回はですね絶対晴天だと僕は思っているんですけれども、はい、いろんなコースがあって、うん、そしてまあ復興のコースもありますし、うん、ちょうど夏目漱石さん の記念の年でもありますので、はい、そんなところもこう見学していけるような、うん、そんなコースも今回こしらえております、はい、5キロコースと10キロコースと、うん、それから20キロコースがありますので、はい、それぞれそのコースに魅力たっぷりなところがあるので、うん、ぜひとも参加をしていただきたいということが一つと、うん、その休憩場所というんですかね、うん、はい、エイドステーション、はい、そこには阿蘇の特産物の旬な野菜、うん、トマトとか、うん、あるいはきゅうりとか、はい、そんなこともふんだんに用意をして、うん、させていただいておりますので、ぜひともまたそれも、うん、楽しんでいただけると、はい、私たちは大変嬉しいなと思いますけれども、はいはい、まあ、地震の後ねこの大阿蘇元気ウォークも開催が危ぶまれましたが、うん、なんとか開催にこぎつけました、はい、こちらお申し込みは8月12日金曜日までとなっています。まあ、当日参加もできるということなので阿蘇市の、ね、皆様もぜひご参加ください。お願いいたします。さて最後の話題ですが、先日阿蘇市にとって明るいニュースが飛び込んできました。7月25日環境省から発表された国立公園満喫プロジェクトナショナルパークブランド化事業に阿蘇九十国立公園が見事選ばれました。これは全国の国立公園からモデルとなる公園を国が選定して、まあ、ナショナルパークとしてのブランド化を図り2020年までに海外観光客の増加を目指していくプロジェクトということで、まあ、今回は32カ所ある国立公園の中8カ所のうちの1カ所がここ阿蘇九十国立公園だったということで、まあ、これは地震後ね観光客が激減している阿蘇にとっては非常に嬉しいニュースでしたね。すごく嬉しかったですね、うん、というのはこの計画が地震発生する前から環境省の方で打ち上げられた計画だったんですね。でそれを新聞記事で僕は見て、はい、それから地震の発災する前からこれは絶対ナショナルパークは、うん、もう阿蘇九十国立公園、うん、日本の代表すべき観光地でもあるし、うん、自然たくさん豊かなところでもある、うん、だから認定をしてもらわなきゃと思いながら取り組んでおりました。うん、発災をしてから今日に至るまでの間もやっぱり地震でこんなことになって、はい、そしてへこんでいってはダメなんだと、うん、心が折れるようなこともあるけれども、でもこれから阿蘇がやっぱり活力があって、うん、より前よりも魅力のあるものに生き上がっていく、はい、それを立ち上げてくれる押し上げてくれるものが、うん、今回認めていただいた、うん、満喫プロジェクトのナショナルパークブランド化と、これによってより復旧復興が早くなるんだと、うん、ということをみんなが思っていただいたおかげで、うん、今回認めていただいたからすごく良かったなと思っておるんですね。32カ所全国の中で国立公園がありますけれども、まあ、やっぱり日本の場合はその32カ所の国立公園なんだけれども海外に対しての発信力がすごく弱かったんですね。でもやっぱり海外からのインバウンドの誘客をより来ていただこうと、うん、そしてオリンピックも今度ありますし、はい、
ちょうどリオネジャネイデイロで今やってる最中なんですけど、うんうん、ああいう雰囲気の中で、あの日本がこれから4年後はそうなってくる、うん、そういう多くの海外のお客さんも日本の素晴らしいところを見ていただこうということで、特に今回ナショナルパークとして8カ所選んでいただいた、はい、うん、その代表的なものとして、うん、あのこの阿蘇国立公園、みんなと力を合わせてこれから魅力のあるものに、そして復帰復興を目指す大きな目標に向かって、うん、あの行けるビッグチャンスになったんではないかなと思ってますので、すごく嬉しいです、うん、はい、今後はどのような取り組みが、今後はやっぱりあの自然を大切にしながら、うん、そしてあの自然が持つ豊かな人の心に響く、そんな姿を自然を大事にしながら見ていただくと、うん、でもやっぱり規制緩和も必要であると思っていますし、でも一番大事なことは地元の人たちと一緒にそういう魅力のあるものを作り上げていくということが大事であると思ってますから、そんなことも含めながらこれから関係機関としっかり打ち合わせをして、より具体性のあるものを地元と協力をしながら、地元に相談をしながらこれから進めていく、そして魅力のあるものに育てていきたいと思ってますけど、はい、まあ、お話にもありましたように2020年といえば東京オリンピックパラリンピック、ね、うん、開催の年でもありますの です、ね、こう地域の人たちと一緒になって2020年目指して、また新たな取り組みが阿蘇市では展開されるということで、期待したいと思います、はい、では市長、今回のクイズを、今回のクイズですね、はい、今回のクイズは今回のクイズはちょうどあの国立公園が全国の中で32カ所ありますけれども、うん、あの阿蘇国立公園、これは東証において指定をされた、うん、とっても歴史のある国立公園です、はい、昨年あの80周年をちょうど計画をし、イベントもしまして、あの記念の国立公園ということで、うん、いろんな行事を行いました、はい、果たしてこの阿蘇国立公園、あの昭和何年に、うん、あの認定をされたのか、それを今回のあのクイズの問題にしたいと思います、はい、あの昭和何年に国立公園指定された阿蘇国立公園でしょう、はい、ちなみにヒントはですね、今80周年と言葉がありましたが、うん、そうですね、まあ、平成26年に80周年を迎えておりまして、うん、昭和一桁台の、はい、制定に指定になっております、うん、皆さんどうぞ答えを、ね、どんどんお寄せください。ようこそ市長室。今回は震災後の梅雨時期の対応や阿蘇市の夏のイベント、また阿蘇九十国立公園が国立公園満喫プロジェクトナショナルパークブランド化事業に選ばれた話題について、佐藤義興阿蘇市長にお話を伺いました。市長どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。クイズの正解者の中から抽選で家臣中村から中岳ショコラを2名様にプレゼントします。そのままでも美味しいですが、レンジで10秒から12秒温めると、阿蘇五岳の一つ、中岳火口のごとく噴火して、とろーり美味しいショコラに大変身。こちらはオンラインショップ、阿蘇モで取り扱っています。ご応募は、クイズの答え、氏名、年齢、ご住所、電話番号を明記して、メールまたはお電話で答えをお寄せください。締め切りは、8月31日水曜日午後5時までです。番組の感想などもお待ちしています。当選者発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしています。